はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝しています。ありがとうございます。今回は自由というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。とても本質的なお話ですよね。人の本質っていうのは自由と。で、私たちの歴史っていうのは自由に向かっての歴史と言っても過言ではないので、究極的に本質的なテーマということになるわけです。でそうしたときに、まず先にこう自由っていうのを言葉で定義してみると、何者にも心理的に依存していない状態。何者にも心理的に依存していない状態。これが自由というふうに今回は仮に定義してみたいと思います。でポイントは心理的にというところなんですよね。外の環境は関係ないということをまずしっかりと理解しておく必要があります。だから大勢の人の中で囲まれていても自由な人は自由だし、逆に一人暮らしをしていても不自由な人は不自由なんですよね。どういうことかっていうと、例えば仮に分かりやすくじゃあ一人暮らしをしているとしましょう。で、その人がね、自分は一人暮らしだから自由に生活できてます。って言った時に、その人は頭の中でどんなことを考えてるか、もしくは心の中でどんなことを感じ思ってるかっていうので、その人は自由か自由じゃないかっていうことが分かれてくるわけですね。物理的には一人暮らしなんだけれどもね、本当は寂しいとかね、本当はもっとあの人にこういうことを言ってほしいとかね、本当はもっとあの人にこんなことをしてもらいたいとかね、逆にあの人はもっとこうした方がいいのにとかね、それがもっと広がって会社はもっとこうした方がいいのにとか、もしくは国はもっとこうあったらいいのにとかっていうことを考えてるってことは、たとえそれは一人暮らしだったとしてもその人は自由じゃないんです。なぜなら囚われてるから。例えばあの人にもっとこういうことを言ってほしいとか、あの人にもっとこういうことを認めてほしいとか、会社はもっとこういうふうにした方がいいんじゃないかとかね、もしくは自分はもっと社会的に認められるはずだとか、もしくは国はもっとこういうふうになったらより良い国になるのにっていう考えてるってことは、ね、他者とか会社とか社会とか、もしくは国というものに思考が奪われてますよね。心が囚われているわけですよ。だからその人は決して自由ではないわけです。逆に大勢の人に囲まれていたとしてもその人は自由であるということはあるんですね。それは目の前に人が一人いて、その人に対してこう真剣に全力で向き合ってるんだけれども、決して相手の人と、ね、こう同調するわけでもなく、自分っていうものは常に真理ですよね。物事の真理に照らし合わせて対応することができる。いつでも自分がね、仮に一時的に何らかのね、影響を受けたとしても、すぐに自分の心の状態っていうのを無心に戻すことができるのであれば、その人は自由なわけです。たとえそこに人が10人、100人、1000人いたとしても、その人は自由であるということが言えるんですね。で、私たちっていうのはその自分の内側を変革することっていうのにはすごい消極的なんですよ。で、逆に外側の何かを変えたい、例えば他者に何か影響を与えたいとかね、社会を変革するためにとか、そういったことに対してはとても積極的なんです。なぜか、ね、自分の内側を変革するっていうのは人生で最も怖いことだからなんですよね。自分がね、20年生きてきた、30年生きてきた、40年生きた、50年生きてきた、60年生きてきた、その自分っていうのを壊して変えるっていうのは、自分自身が、ある意味こう完全に崩壊してしまうっていうことなわけですよ。で、それは非常に怖いんですよね。ものすごく恐怖なわけです。だから自分自身の内側っていうものに向き合うっていうのが人生にとって一番の課題なわけです。で、外を変えればね、じゃあ自分は自由になれるかって言ったら、ね、それは確かに一人暮らしは実現するかもしれませんけれども、決して自由ではないわけです。やっぱ常にね、頭の中で誰かのことを考え、ね、誰かからの何かをね、例えば褒め言葉だったり評価だったりね、そういったものを必要とし続ける限り、その人っていうのは本当の意味では自由な状態にはないということです。で、じゃあ
なぜ怖いのか、そしてなぜ今の私たちの社会っていうのはこういう状態になっているのかっていうのが、やっぱりこの自由っていうのに関わってくるんですね。人っていうのは本人が意識しているかどうか、もしくは無意識かどうかは別にしても、 99.99999999% 以上の人っていうのは不安と恐怖を抱えながら生きてるんですね、自分の心の内側に、ね、それを不安、自分は不安と恐怖でいっぱいですっていうふうに意識している人もいれば、それを全然ね意識しないで生きてる人もいますけど、意識的であれ無意識的であれ、世の中の人は基本的には不安と恐怖の中で生きてるんです。だからこういう社会になってるんですね。つまり安定っていうものが大事っていうふうに考えられるわけです。安心安定を求めているわけですよ。その安心安定っていうのを人間関係なり、もしくはその社会の仕組みなりね、会社の体制なりに求めてるわけです。で、その安心安定を求める心の裏っていうのは、自分自身の中に不安と恐怖があるからです。もし不安と恐怖がないのであれば、決して安心安定は求めないんですね。安心安定を求めてるっていうことは、本人が意識的であれ無意識的であれ不安と恐怖を抱えてるからです。自分の内側に。で、不安と恐怖を抱えてるから安心安定を求めていると、ね。もし本当にね、本当にその人が不安と恐怖っていうのを抱えてないのであれば、決して安心安定は求めません。なぜなら退屈だから。そしてなぜなら安心安定っていうのは幻想であり、真理ではないからですね。真理は何ですかって言ったら無常です。常ならむ。すべてのものは、一瞬一瞬で変化し続ける。それが真理です。ね。もう、それはもう過去何千年何も変わってない。そしてこれからの過去な、これからの未来何千年も変わらないわけですよ。ね。川の水がね、ずっと一瞬一瞬でとどまることなく流れ続けているように。そして空の情景、景色がね、一瞬一瞬で常に変わり続けているように、私たちの社会っていうのも、そしてこの宇宙っていうのは全て無常、一瞬一瞬常に変化し続けてるわけです。だから安心安定っていうのは絶対にないんです。未来に対しての保険っていうのは効かないんですね。人生には保険っていうのはないし、未来っていうのは不確実な方が当たり前なんです。不確実な方が当たり前。それが真理です。その真理に対して人間がね、頭でなんとかね、安心安定っていうのを作り出そうとしても、これは必ず人間の方が負けるんですよ。ね、その真理と人間の理性っていうのがね、対立したときに必ず破れるのは人間の理性の方なんです。だから、未来っていうのは不確実な方が当たり前であり、そして人生っていうのは基本的に保険っていうのが効かないんですね。それなのに安心安定を求めるっていうのはなぜかって言ったら、自分の心の奥底には不安とか恐怖がいっぱいで、それをなんとか外のもので沈めようとして一生懸命に働きかけているわけですよ。だからそのことっていうのが分かるまでは、ずっとその人の人生っていうのは本質的には何も変わらないんです。ね、その家に例えた時にね、例えば家具の場所を移動させたとかね、カーテンを変えたとか、そのぐらいの変化っていうのはあるかもしれませんけど、人生が本質的に変わるときっていうのは、もう家ごとね、変わるときですよね。で、そういう変化っていうのは、もうその真理っていうのを受け入れたときだけなんですよ。その未来っていうのは不確実な方が当たり前であり、ね、人生っていうのは基本的に保険っていうのは効かないんだ。だから、一瞬一瞬を真剣にみずみずしく生きることができるんですよね。だからこそ毎瞬毎瞬を真剣に生きるってことができるんですよ。だからいいんですよ。いいんですけど、その真理っていうものをほとんどの人は受け入れたくないんです。だから意識的であれ無意識的であれ、人っていうのは不安と恐怖を抱えながら生きてるんですね。だから自由にはなれないんです。常に頭の中で誰かのこと、そして誰かのせい、社会のせいというふうにずっと考えて、何かに心がとらわれながら生きてるんですね。で、ではどうすれば
自由っていうものに近づいていくことができるのかということなんですけれども、外にとにかくまず外は原因ではない、自分の内側に原因があるということをがどれだけ腑に落ちるかっていうのがまず最初なんですね。例えばね、一つ例を出すとすれば、日本の高齢者っていうのは今歴史上最も預金っていうのを持っています、ね、日本っていうのはだいたい1500兆円ぐらい預金があるわけですけど、そのかなりの部分っていうのを実際は65歳以上の高齢者の方々が持っています。で、そういう人たちと接すればすぐにわかるんですけど、彼ら彼女たちはね、三重に外の保険をかけようとしてるんですよ。そのまず預金を持っている、年金を受け取っている、そして保険をかけている、生命保険とか健康保険とかですよね。でも全然不安とか恐怖って解消されてないんですよ。全然解消されてないんです。これは日本人特有だと思うんですね。日本は特に不安とか恐怖っていうのが強い民族だと思います。だからこそ安心安定っていうのが第一価値観になってるんですね。日本の政治ってもうここね、60年ぐらいずっと保守ですよね、基本的にはね。それはなぜかって言ったら、みんなが保守的だからです。安心安定っていうのを第一に掲げている。そしてその安心安定っていうのを第一に掲げるのはなぜかって言ったら、不安と恐怖があるからです。もし不安と恐怖がないんだったら安心安定は絶対に求めない。でも日本の政治っていうのは60年間基本的に保守的だったのは、日本人が保守的だからですよね。で、それだけ日本人一人一人が抱えている不安と恐怖っていうのは全然解消されてないということです。で、それは原因は外にはないんです、ね、ヨーロッパとかアメリカの人だったらね、こういう三重の保険みたいなのはかけないんですよ、ね、預金があるんだったら別に年金はもらわなくていいし、年金がもらえるんだったら別に保険はかけなくていいしね、保険をかけてるんだったら別に預金はなくてもいいみたいな感じなんです。何か一つあればいいわけですよ。で、仮に預金っていうのにかかったと見た時でも、預金はじゃあ例えば自分が老後で引退した時に人生を楽しむために貯めてきたお金ですよね。ってことは引退したらお金は減っていく方が当たり前ですよね。自分はね、まあ、過去ね30年40年頑張って働いてきましたと、預金がありますと。で、その預金を使って残りの老後の人生を楽しむために貯めてきたはずですよ。だからヨーロッパアメリカの、ね、高齢者の方々っていうのはどん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 預金を使いながら人生を楽しんでいくんです。ところが日本人は基本的には違うんですよ。日本人は、ね、預金を持っていて、そして年金を受け取りながら保険までかけてるんですよ。で、三重に安心安定っていうのを得ようと思いながら不安と恐怖でいっぱいなんです。だから日本人だけは、例えば65歳の人がね、まあ、何歳まで生きるっていうのは人それぞれだと思うんですけど、85まで生きるのか100まで生きるのかねは別にしても、だいたい平均して1000万円ぐらい預金を増やしてなくなっていくんですよ。平均して1000万ぐらい預金を増やしてなくなっていく、このことが分かりますかね。つまり一生使うことがなかったってことなんです。一生を心の奥底から人生を楽しむってことがなかったってことなんですよ、ね、使うために貯めてたはずなのに結局一生使わずに、ね、旅立っていくというのが日本人の平均的な姿なんですよ。それは何でですか。根本の原因が解決してないからです。自分は不安です、恐怖です、ね、それをなんとか外のもので沈めようと思って、ね、預金を貯めましょうね、年金はなんとかね守らないといけない、もしくは保険をかけといた方がいい、ね、万が一のためにということで、なんとかね外のものでその安心安定っていうのを確保しようとしたんだけれども、物事っていうのは本質的な原因にアプローチしない限り絶対解決しないんです。本質的な問題ではないところをどれだけ一生懸命ね取り組んだとしても何も解決しないんですよ。本当の原因って何ですかって、心の内側に不安と恐怖があるということを気づいてないんです。気づいてない、だからそれを見ようとしないんですね。だからそのね、もうその目を背けながら生きてるって感じなんですよ。自分の心の奥深くのところにね闇があって、
その不安と恐怖っていうのがものすごく溜まってるっていう闇があって、その闇を一生の間に一度も見ることなく生きていくから、だから、ね、どれだけ預金を持っていてもね、どれだけ年金がを、ね、受け取っていったとしても、どれだけ保険を、ね、かけたとしても、何重にかけたとしても全く何も解消しない。なぜなら不安と恐怖っていうのは外から与えられるものじゃなくて内から湧き上がってくるものだからですよね。じゃあどうすればいいんですかって言ったら、もうこれはね、自分の不安と恐怖を内側の方に見ていくしかないんです。で、そうした時に本当の意味での教育っていうのが必要になってくるんですね。本当の意味での教育って何ですかって言ったら、今この瞬間ありのままの自分を受け入れるってことです。今この瞬間ありのままの自分を受け入れるっていうのが本当の教育なんです。だから今の日本で本当の意味での教育っていうのを受けることはできないんですよ。今この日本でどの家庭教育だろうが、どの学校教育だろうがね、どの塾教育だろうが、本当の意味での教育っていうのを受けることはできないんです。なぜなら、ほとんどの人がイメージする教育っていうのは、外から何を与えてもらうかですよね。例えば知識を与えてほしいとかね、技術を身につけさせてほしいとかね、スキルを身につけさせてほしい。外から自分が何かを得ようとする、その試みのことを教育って普通はイメージしますよね。でも、実際は教育っていうのは、今この瞬間ありのままの自分を認めることしかないんです。本当の教育っていうのは。で、それが多くの場合は、もう多くの場合っていうか、ほぼ全部の場合行われていないんですよ。で、なんで今この瞬間ありのままの自分を受け入れることが教育になるのかっていうと、自分の心の奥底にものすごい闇があることに気づけるかどうかなんですね。その全ての原因になっている不安と恐怖の塊みたいなものに自分がぶつかることができるかどうかなんですよ。だから今この瞬間ありのままの自分を認めるってことは、不安と恐怖でいっぱいの臆病者の自分を認めるってことなんです。今自分は嫉妬に狂ってね、人の幸せをなぜか喜べない、人の成功をなぜか喜べない、そういうなんかこう醜い自分を認めるってことなんです。今この瞬間ありのままの自分を認めるってことは、そういうなんかね、欲深い欲深き自分ね、もうすでに十分持ってるのに、もっともっと他人から何かを受け取りたいっていう、そういうなんかおぞましいね、怪物みたいな自分っていうのを受け入れるってことなんですよ。で、そういうことって誰からも言われたことがないですよね。ね、そういうことを全部丸ごとありのまま自分を受け入れるっていうことが教育なんです。なぜそれが教育かっていうと、人は本当の意味で変わるときっていうのは、絶対自分が内側から変わろうとしたときだけなんです。その自分の変化の扉、ね、ドアとかみたいな扉っていうのは、ね、鍵がものすごく頑丈にかかっていて、その鍵っていうのは外から開けることはできないんですよ、ね、もしその鍵を開けることができるとしたら、内側からだけしか開けることができないんです。そうした時に、ね、自分が不安と恐怖でいっぱいでね、ものすごいこう臆病者のかっこ悪い自分っていうものをもし見つけたら、それを素直に認めたら、もうそんなかっこ悪い自分は二度と見たくないと、自分でね、自分でそんなかっこ悪い自分を二度と見たくないって思って、初めてそこから変化っていうのは始まっていくんです。もし自分がね、嫉妬深くてね、人が幸せだった時にですね、ああ本当よかったねってね、もし人が何かいいことが起きてね、成功した時にね、ああおめでとうっていうふうになぜ言えないのかね、あ、それは自分はすごい嫉妬深いんだなとね、いうことに本当に気づけた場合、もうね、そんな醜い自分っていうのを自分で絶対見たくないと思った時に、初めてそこから変化っていうのは始まっていくんです。もし自分がね、本当に欲深くてね、欲望まみれでね、ね、ある程度持ってるのに、もっともっともっとって欲しがる、まあ、そういうなんかおぞましい怪物みたいな自分っていうのが心の奥底にいるって気づいた時に、
初めてそんな自分をもう見たくないっていうことで、過去の自分に決別し始めるんですよ。変化っていうのはそこから始まっていくんです。でも多くの人はそういったものから目を背ける、そういった自分の心の奥底に闇みたいなのがあるっていうのを見たくないんですよ。見ないから絶対に鍵が開かない、変化の扉が開かないんです。で、それをやってる親とか学校の先生とかいないから、本人ができないんですよ。親自身ができない、学校の先生自身ができないんです。親が親自身の心の闇っていうのを一回も直視したことがないし、学校の先生は学校の先生で自分の闇みたいなところをね、直視したことがないんですよ。だから人を変えようとするんです。相手を変えようとするし、環境を変えようとするんですよ。それは根本的な原因でもないし、その扉っていうのはね、他者の、ね、心の扉っていうのは絶対外側から開けることができないのに、ね、見たくないんです。自分の内側にある心の闇みたいなものを見たくないんですよ。だから相手を変えようとするんです。でね、何度言ったら分かるんだとかね、親が言ったりね、学校の先生が言ったりしますよ ね。まるで相手の子供が悪いみたいじゃないですか。そんなこと全然ないんですよ。ね、何度言ったら分かるんだって言えば、大人の方が気づくべきですよね。あ、この方法じゃダメなんだって。でもそれは気づかないんです。なぜなら本人たちが本当の原因っていうのに目を背けてきたからですよね。ね、もしそれがね、うまくいって、いやいや、うちはね、家庭教育としてね、すごいね、しつけてね、子供の変、様子が変わりましたよとかね、今ね、自分の学校ではね、すごいね、道徳教育っていうのを徹底したので、ね、子供たちがしっかりしてますよって言うかもしれませんけど、それは教育じゃないですよ。それは単にある特定の価値観を子供たちに無理やり押し込めただけですよね。要するに型にはめただけですよ。一定の型にはめて、はめ込むことに成功した子に対していい子だねっていうラベルを貼っただけじゃないですか。その子の個性も才能も全部潰して、ね、親が受け入れさせたい価値観っていうのを無理やり詰め込んだわけですよね。学校が何か特定のね、価値観、道徳教育的なものをね、一方的に当て込んで、それに当てはまった子はいい子だねっていうふうにラベルを貼っただけですよ。で、それにはまらなかった子は不良とかね、非行とか、学習障害とか、まあそんなね、また名前をつけてるだけですよね。そんなのは教育とは言わないんです。じゃあなんで親が教育できないのか、ね、学校の先生が教育できないのか、簡単です。自分自身に対して教育したことがないからなんですよ。で、それをずっと先祖代々続けてるっていうだけなんです。親はその親からそういう、ね、ことをされてきたわけですよ、ね、ずっと常識なり世間体っていうので一生懸命ね、こう無理やり本人を型に当てはめられるようにされてきたんですね。だからそれを自分の子供にもやってるっていうだけなんですよ。本当の原因っていうのは常に自分の内側にあって、それに気づけたらその下の代の子供たちはね、初めて自由に近づいていくことができるんですね。その個性を潰されたりね、することなくね、何か一定のね、価値観を押し込められるわけでもなく、型にはめられるわけでもなく、ね、より良い自由の環境っていうのは与えられるようになっていくわけです。でも究極的には教育っていうのは自分で自分に対してしかできないんです。究極的には教育っていうのは自分で自分に対してしかできなくて、今この瞬間ありのままの自分、いいですか、ありのままですよ。ポジティブな要素だけじゃなくて、ネガティブな要素も含めて全て丸ごと受け入れるってことです。で、それが自由への本当の革命なんです。革命っていうのは外の体制を何か、ね、変えるってことではないんですよ。確かに勇ましいですよ。ね、私がね、学校教育を変革しますとかね、ね、会社を変革しますとかね、国を改革しますとかって言えば勇ましいですよ。かっこいいですよね。でも全然物事って何も解決しないですよ。もうここ何千年ってずっとそういったことをやってるわけです、ね、常にいたんですよ。そういう、ね、変革とか改革を叫ぶ人っていうのはずっといたんです、ね、外に原因がありますと。だから外を何とか変えましょうと。で、それで何が変わりましたか？何にも変わってないんですよ。何も変わってない。確かに物は豊かになりましたよ、ね、パソコンはできましたよ。携帯電話、スマートフォンはできました。でも人は
それでも何も本質的に変わってない。だからみんな不安と恐怖を抱えながら今日も生きてるんです。そして不安と恐怖っていうものを抱えてるから安心安定っていうのを外に求めるんです。で、今を生きてないということです。今を生きてないってどういうことですかって、本人の頭の中とか心の中が過去か未来のどっちかをいつも考えてるってことなんですよ。過去を後悔してるか、未来に対して不安を覚えてるか、いずれにしても今を生きてないんですね。で、ほとんどの人にとっては今この瞬間っていうのは未来に対しての単なる一手段にしかなってないわけです。未来のために今何をするかっていう今が、あのね、未来の単なる手段になってるわけですよ。だから今を生きてないんです。で、そして今を生きるってどういうことですかって言ったら、今、例えば音がするなら今の音を聞いてるってことなんです。そのね、遠くでね、船の汽笛の音がしたとかね、もしくはね、小鳥のさえずりの声が聞こえたとかね、もしくは自分の内なる心臓の鼓動の音が聞こえた。それは今を生きてますよ。今起きてる物事を見て、今している音を聞いて、今感じられる感覚を感じてるなら今を生きてます。でもほとんどの人は違いますよね。なんか未来のあるべき姿に向かって今を手段にしてますよね。単なる手段にしてますよね。もし手段にしてないなら過去を後悔して過去を思い返してますよね。もしくは他者とか会社とか国に対して不平不満を持ってますよね。今を生きてないんです。今を生きるっていうのは、今この瞬間見えてるものをありのままに見て、今聞こえる音をありのままに聞いて、今触れられるものをありのままに触れて、自分が何かを感じてる。それが今を生きるっていうことです。そして、今のあるがままの自分っていうのを受け入れる。そのあるがままっていうのは、ね、もちろんポジティブな要素もありますよ。もちろんね。本人なりにやっぱりね、過去数十年一生懸命真面目に生きてきたわけですから、ポジティブな要素もありますですけども、ネガティブな要素も含めて、その自分にはそういったネガティブな部分っていうのはなくて、ね、社会の方にネガティブな要素があるっていうのがほとんどの人の見方なわけですよ。だからニュースとかっていうのが、ああいった番組っていうのが成立するわけですよね。ニュースでね、何か犯罪者とかが出てきて、ね、あの人たちは特別だと。自分たちとは違うと。なんであんなニュースになるか分かりますか、ね、それは目を外に背けようとしてるんですよ、テレビが ね。こんな世の中にはね、こんな悪い人がいるんですよと、ね、こんな、ね、殺人を犯すような窃盗を犯すようなね、こんな悪い人がいるんですよ。なんであんなニュースになるかって言ったら、それに対してその視聴者が、あ、世の中にはこんなに悪い特別な人が存在してるからって言ってエゴを満たすことができるんですよ。私たちはこの人たちよりはるかにマシっていうエゴを満たすことができるんです。だからずっとあんなニュースを流し続けてるわけですよね。どこか自分よりもっと下な人を見つけることで自分っていうものを安心安定を感じようとしてるわけです。でも実際は何の解決にもなってないんです、ね、その何かそのね、この人は犯罪者、この人は特別悪い人ってレッテル貼ってるそのものこと、もの、心の働きそのものがエゴだって気づかない限りは、ね、要するに人を区別して見てるわけですよね。この人は犯罪者、私はまともな人っていうふうに区別してる時点でもうすでにエゴなんですよ、ね、みんな一緒なんですよ、基本的にはね。何か特別に悪い人がいるわけじゃないわけですよ。みんな抱えてるんです、その心の種は、ね、その心の種みたいなものはみんな持ってるんですよ。だからみんな、ね、不安と恐怖でいっぱいだし、みんな嫉妬深いし、みんな欲望まみれなんですよ。ただじゃあ私たちはなんでその種をね、本当のその行動とか結果に移さずに犯罪を犯してないのか。逆にね、いわゆるニュースで報道されてる人たちはね、その種を育ててしまってね、悪い種を育ててしまって本当に行動とか結果を結びつけてしまったのかって言ったら、それはもう環境ですよね。それしかないんですよ。ね、そのね、悪い種自体に水をやって肥料をやってね、日光を注ぐようなそういう環境にいたんですよ、その人たちは。じゃあなんで私たちはその種を持ってるにもかかわらずですよ、ね、不安と恐怖の種、ね、嫉妬の種、欲望の種っていうのを持ちながらも、ね、
本当の意味でのその刑法上の犯罪っていうのを犯してないかって言えば、それは私たちは環境のおかげで逆に育あのねそこまで育てなかったってことだ。だから感謝なんですよ。それは自分たちには悪しき部分、悪い部分がないからじゃなくて、それをなんとかね、成長させないで済んだ親とかのおかげで、友達とかのおかげで、もしくはその社会のね、物質的に豊かな社会のおかげで済んだから感謝なんですよ。でも、それとね、自分の中に、不安と恐怖の種とかね、嫉妬の種とか欲望の種がないっていうこととは別なんです。でも、ほとんどの人はそういうものの見方をしないんですよ。ほとんどの人は、あの人たちは特別悪い人たちで私たちとは違うっていう、何かエゴが優越感を満たしながら生きてるんです。でもそれだったら絶対に自由にはなれないんです。自分の中にあるそういう悪しき種、悪い種っていうのを見つけに行かない限りは絶対自由にはなれないんです。自分にもね、犯罪者と全く同じね、不安とか恐怖の種はあるし、欲望の種はあるし、嫉妬の種はあるんですよ。社会に対しての恨みを抱くっていう種があるんですよ。それを見つけて、なんて自分っていう人間はね、おぞましい、ね、醜い、そういう部分を持ってるんだということに気づいて、自分の心の奥底にある本当の原因、本当の闇というものを見つめたとき、そしてそれに光を当てたとき、初めて本当の意味での変革っていうのが始まるんです。その人の人生っていうのが抜本的に変わっていくんですよ。ね、本当にそのカーテンを変えましたとかね、家具を移動させましたレベルの人生の変革じゃなくて、本当の意味でその人が体験する全てのことっていうのが変わってくるわけです。もしくはその体験から受ける感情っていうのが全て変わってくるわけですよ。でもそれをしないから、ね、世の中の 99.999999% の人はそんなことはしません、ね、そんなことはしない。だから一生懸命ね、予定をね、カレンダーに埋めて、手帳に埋めて、ね、いや忙しい忙しい、いや今日も忙しいのよ、今日も忙しいのよ、今日も忙しいのよって言って、自分の内側から目を背けるものを探し続けてるんです。で、何かやってる間はそのね、自分の心の悪しき種とかね、闇とかっていうのを見る必要がないですよね。もしくはある人はテレビを見て、ある人は新聞を見て、ある人は雑誌を読んで、ある人はネットを触り、ある人は読書に逃げて、ある人は友達と喋ると。いずれにしても何かをやってるってことは、その自分の本当の原因、本当の闇、本当の悪しき種から目を背けるのに非常に好都合なんですよ、ね、そこから少なくても今この瞬間っていうものから現実逃避することができるわけです。逃げることができるんですよ。だから自由っていうのは非常に重いし怖いんですよね。はっきり言うとものすごく重いし、ものすごく怖いんですよ。でも現実を逃避して、ね、自分が一生懸命予定を入れてね、予定をこなして、ね、忙しい忙しいって言い続けてる間は、ね、少なくても逃げることができるんです。自由から逃げることができるんです、ね、テレビを見て、新聞見て、雑誌読んで、ね、ネットを触り、本を読んで、友達と喋っていれば逃げることができるんですよ、その瞬間はね。でもそういったことを一切しないで、一切しないって何の予定も入ってなくて、テレビも見ない、新聞も見ない、雑誌も読まない、ラジオも聞かない、ネットも触らない、本も読まない、誰とも喋らない、本当に自分の心の奥深くの部分と向き合おうとしたら、絶対に怖いはずなんですよ。ものすごい怖いと思うはずなんです、ね、でもね、もうそれだったら、ね、何かにしがみつきたくなるはずなんですよ、ね、だから人っていうのは依存を求めてるんです。でそれに依存できれば、少なくても自分の心の奥深くの闇と向き合う必要はないし、目に見えない自分自身を頼りにね、自信を持って歩んでいくっていうことをしないで済むんですよ、ね、だから人は何か目に見えるね、例えば銅像とかね、仏像とかね、その神を形取ったものっていうのをやっぱり作るわけです。やっぱそのね、目に見えないものを頼るっていうのはものすごく怖いわけですよ。本当に合ってんのかなって、大丈夫かなって。だから人は自由になりたいって言ったり、自由を求めてますとかね、自由に生きたいですっていうのは口先だけなんです。本当は求めてないんですよ。
本当は依存する何かを求めて生きてるんです。それが本心本音なんですよ。本当に自由に生きようと思ったら、人は自由に生きられるんですよ。もし本当にその人のね、心の奥底からの願望が自由なんだったら、それは自由になれるんです。なんて何もしなければいいわけですから。今この瞬間、ありのままの自分を受け入れるだけなんです。受け入れたら、ね、自分自身っていうのを全て受け入れて、自分がもう二度とそういった部分、自分のおぞましい部分、醜い部分っていうのを見たくないって心の奥底から痛感すれば、それは必ず変えられるんですよ。でもそこまではみんな見たくないんです。だから表面上のね、枝葉のその小手先のテクニック、ノウハウでなんとかできないかっていうふうに一生懸命情報をかき集めようとするんですよ。でもそれは心の奥底からの願望が自由じゃないからです。本当に自由を、ね、望んでるんだったら、今は誰だって自由にはなれるんですよ。だって自由って内面的、心理的なものなんですよ。外は一切関係ないわけです。他者に心をとらわれるわけでも、社会にとらわれるわけでもなく、常に自分っていうものがその他者とか社会を超越してね、その反発じゃないですよ、もうそういったものを一切とらわれないで、今この瞬間ありのままの自分として生きるってことはもう誰だってできるんです。でもじゃあなんでしてないんですかって言ったら、望んでないからですよ。それは怖いんですね。それは真理を受け入れるってことですよ。無常っていうのを受け入れるってことです。未来は不確実、どうなるかわからないのが当たり前であり、ね、人生には保険なんて何も効かないんだっていうものを受け入れるってことですよ。怖いですよね。常に今この瞬間何かがあったら、今この瞬間自分の判断でやっていくってことですよ。で、それは怖いんですよ。だからその怖さ、不安、恐怖っていうものを感じたくないから、だから人っていうのは本心本音では依存したいんです。何かに依存したい。そっちの方が本心本音なんです、ね。その依存できるものを探し続けているんですよ。でもそれは絶対に解決できないんです。変化の扉っていうのは外から開けることは絶対できないんです。その鍵っていうのは内から開けることしかできないわけですよ。で、そうして今この瞬間ね、ありのままを全て丸ごと受け入れると。ね、今見てるものをありのままに見て、今聞こえてるものをありのままに聞き、今触れる感覚っていうものをありのままに感じる、ね、そうすると見えてくるわけです。自分自身のね、ポジティブな面はもちろんですけど、ネガティブな面もたくさん見えてくるわけですよ。で、それをね、見てね、もうこんな自分はね、絶対この部分は変えたい、もうこの部分だけは絶対ね、今日を限りね、決別したい、もうこんな自分は二度と見たくないっていうのを見れば、もう自然と変わっていくんです。もう気づけた瞬間、理解した瞬間、解決してるんですよ。もうなぜなら、本当に心の奥底からそんな自分は嫌だって思ってるんだったら、もう絶対しないから。で、より良い方法っていうのはみんな本当は知ってるんですよ。本当は知ってるんです。習わなくても、誰から聞かなくても知ってるんです。でもそこまで自分っていうものを、今この瞬間ありのままの自分っていうのを丸ごと全て受け入れたことがないから、だから外から何かテクニック、ノウハウっていうのを引っ張ってきてね、一応こう剪定みたいなね、その木を育てる剪定作業みたいな、ちょっとね、伸びすぎた枝を切り取るようなことをやってるんです。でもね、それはやっぱり人生っていうのは選択なんですよね。やっぱり選べるんです、ね、だから究極的にはどっちかなんですよ、ね、もう中途半端に自由なんか求めないか、ね、もう常に世間に迎合してね、もうただ大衆に流されるだけ流されて生きていくか、ね、もうそっちの方がよっぽど幸せなんですよ。中途半端に自由を求めると一番大変です、ね、自由になれないのに、ね、他者ともうまく交われないみたいな、もう最悪な状況になりますよね。中途半端に自由を求めると、ね、もう他者ともうまく交われないのに、自分自身も自由にならないから、もう最悪ですよね。もうそうじゃなくて、もうね、中途半端に自由なんか求めないで、もうただね、一生を、ね、世間とか大衆にもうね、流されて、ね、もう自分の本心本音とは違ってもね、なんとか表面上ね、波風立てないように生きていくか、もしくはもう徹底的に自由になるか、ね、もう他者一切、他者とか社会とかっていうものから完全に超越してね、完全に心理的にですよ、その一人暮らしをしましょうとかね、無人島に暮らしましょうっていう、そういう物理的外の話をしてるんじゃないです。心理的に他者とか社会から完全に超越して、
もう自分、ありのままの自分としてね、それはポジティブもネガティブも両方含めたありのままの自分として自由に生きていくか、基本的にはもうどっちかです。どっちか。もう究極的には2択なんです。でも、もし後者、もうね、もう自分っていうものは自由になろうというふうに覚悟を決めたらね、もうありのままのね、その欲望深い、嫉妬深い、不安と恐怖に怯える臆病者の、その犯罪者と同じような悪しき種っていうのを自分の心の内側に持ってるっていうのを全て認めた上で、それでも自分っていうものは本気で自由を目指していきたいっていうんだったら、もう自分の自由というものを心の深く、その自由を阻んでる不安と恐怖っていうものを見つけていって、そして自由っていうのは決して否定からは生まれないんです。何かを否定するっていうことから自由っていうのは生まれないんです。肯定です。イエスからしか生まれないんです、ね、そういうすべてありのままの自分を受け入れる、認めた瞬間から本当の意味での自由っていうのが始まるんです。それが人生における一番の改革なんですね。それは真理とともに生きるということでもあります。無常です、ね。未来っていうのは不確実な方が当たり前であり、人生っていうのはそもそも保険っていうのは効かないんだと。だから、ね、過去のことを思い返すわけでもなく、明日のことを考えるわけでも、1時間後のことを考えるわけでもなく、今この瞬間目の前に起きたことを今この瞬間全力で対応する。もうそれの連続。今の連続として生きていくっていうことなんです。それが自由ということです。だからこそ人は真剣に生きられるし、みずみずしく生きられるんですよ、ね、生きてるっていう感じになるんです、ね、それは、ね、生きてるっていうね、本当のね、生命感みたいなのを感じられるのは、預金がたくさんあるかどうかは関係ないんですよ。年金がもらえるかどうかなんて関係ないんです、ね、保険が、ね、生命保険、健康保険ね、どの保険会社がいいとか一切関係ないんですよ。未来は不確実であり、人生には保険が効かないのが前提だから、今この瞬間に自分ができることを今この瞬間一生懸命やる、その連続だから人っていうのは真剣に生きられるし、自分は自分として本当にね、みずみずしくね、生きてるという実感のもと生きることができるんです、ね、もうどっちかです。究極的にはどっちか、中途半端が一番まずいと思います。だからもう行くなら行くんです。もう何もしない、ね、何もしない時間をどれだけ確保できるか、予定も入れない、テレビも見ない、新聞も読まない、雑誌も読まない、本も読まない、ラジオも聞かない、ネットも触らない、友達とも喋らない、もうただひたすら自分の内側に向かい合っていく。そしたら絶対怖いはずなんです。必ず何かにしがみつきたいっていう瞬間が来ると思うんですよ。でそれを繰り返している間に、だん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 ね、そのしがみつく対象っていうものを探さなくなるんです。そこから初めて自分自身の本当の人生、本当の人生ですよね。他者から押し付けられた、ね、他者からこうした方がいいよ、こうした方がいいよ、こうあった方がいいよっていう、その他者から押し付けられて、ね、自分の持ってる個性とか才能とか全部潰しながらね、表面上ね、ニコ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 いい顔をしながら生きていく人生が終わるんですよ。ね、本当に自分の心の奥底からね、言いたいことを言い、やりたいことをやり、ね、それは他者に反発してるわけでも、社会に反発してるわけでもなく、囚われてないんです。超越してるんです。それで初めて、その、ね、自分、ありのままの自分として、ポジティブのもネガティブも両方すべて受け入れた上で、その結果ももちろんポジティブ、ネガティブのすべてを受け入れた上で、一瞬一瞬を真剣に自由に生きていくと。みずみずしくね、自分は生きてるなと、自分は自分の人生を本当に生きてるなっていう感覚のもとで生きられるようになる。それが自由ということです。もう究極的にね、その本質的なテーマなんですけれども、私たちが自分に対しても自由を求めているというのであれば、それは実現できるんです。なぜなら、その原因は内側にあって、今この瞬間、ありのままの自分をすべて丸ごとポジティブ、ネガティブ両方受け入れようと思い始めた瞬間、そして今見えるものを見て、今聞こえるものを聞き、今触れるものを触って、それに対して自分がどう感じているのかっていうことに耳を澄ませた瞬間から始まっていきます。自由になるというのは、自分自身がすべてその鍵を握ってるんだと。そして誰でも自由には本当に心の奥底からね、望めば誰だって自由に生きることができるというお話です。
はい。もし今回の動画がですね、あなたの気づきのヒントにつながったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。